皆さんこんにちは、弁護士の山上翔吾です。今回は金融詐欺に注意してくださいということでお話をさせていただきたいと思います。最近は老後もお金がたくさん必要なんですとかそういう報道がされたりとか、あと銀行に預けてもですね、低金利で全然利息で増えるわけではない、そういう時代になってますよね。なので、少しでも手元にある資金を増やそうということで投資を考えていらっしゃる方もたくさんおられるかと思います。ですので少しでも高い利率ですとか少しでも有利なところに投資をしたいと思われるのも、むしろ当然だと思います。でもそういう気持ちを付け狙ってくる悪質な業者ですとか悪質なそういう人っていうのがどうしてもいるわけですね。ですのでそういう悪質な業者ですとか悪質な販売員というんでしょうか、そういう人に注意していく必要があります。この金融関係の取引をするときに一番注意しなければいけないことは、どんな取引も必ずリスクがあるということをご理解いただく必要があります。要するに必ずお金が増えますと、でそして元本は絶対保証しますと、そういうような取引というのはまずないというふうに思っていただいた方がよろしいかと思います。で、そういったですね、悪質な業者が使う手口というのがこういう言葉なんですけれども、典型的なのがですね、必ずお金が増えますよ、こういうことを言ってくる。必ずお金が増えるという取引はこの世にはないと思っていただいた方がいいと思います。それからもう一つの言い方としてですね、ここには 99% 確実と書きましたけれども、例えばもう 90% 以上の確率とか 99% の確率で増えますとか、そういう高確率でお金が増えますよ、すごい高い確率でお金が増えますよというふうに言ってくる業者もいるかもしれません。これもですね、99% とか 90% っていうのは一つの逃げ道であって、例えばお金が増えなかった時たまたま 1% に当たっちゃいましたねとか、そういうふうに言い逃れされる可能性もあるわけですね。だから、これも絶対信じてはいけないことだと私は思っています。それから元本は必ず保証しますと、そういうふうに言ってくる業者もいます。元本を必ず保証していればね、自分減るわけではないので投資しやすくなるっていう心理が働くと思うんですけど、元本が必ず保証される取引というのも、この世には基本的にはないわけですよね。銀行に預けたって銀行が倒産しちゃったら返ってこない可能性は、預金保険機構とかいろいろありますけども、全額返ってくるわけではありません。ですので銀行でだって元本は保証されてないわけですね。ですので普通の業者がですね、元本保証なんてことはありえないわけですよね。ですのでこういう言葉で勧誘されているような取引というのは、私は手を出さない方がいいんじゃないかなというふうに思います。こういった言葉っていうのは業者自体が怪しいとか、業者自体がですね悪いっていうことはもちろんあるんですけれども、有名な大きな会社であっても担当者個人が悪い人のことも可能性としてはあるわけですよね。ですのでもし大きな会社とか有名な会社からのその勧誘であっても、担当者の人はこういうことを言っていたら信用しない方がいいと私は思います。もしねこういうことを言ってる人がいたら、本当に録音とかねした方が私はいいと思います。それから今ご紹介したこういう3つの言葉っていうのはですね、典型的なその悪質な取引の言葉というふうになりますけれども、しつこく営業や勧誘してくるという業者もあります。例えばもう自分ね、もう連絡しないでほしいと言ってるのにね、ずっとしつこく電話かけてきたりとか、また取引してくださいとかしつこく言ってくる業者というのがありえます。あまりにもしつこいんで、もうしつこいからね根負けして、じゃあね取引しちゃおうかということで取引をされる方もいらっしゃるかもしれませんが、こういうしつこい営業とか勧誘にも注意する必要があります。であまりにもしつこい場合はですね、例えばもう弁護士に相談すれば、弁護士からその業者にですね連絡して、もう連絡するんだっていうようなことをね言うことも可能です。それからですね、解約に応じないというものもあります。業者がですね、こういうふうに儲かりましたよ、今こんなふうにね、取引に進んでますよ、今こんなふうに利益出てますよ、なんて言ってるときに、じゃあ分かりました、もうここまで利益出たから私解約したいですというふうに言ってもですね、いやいや、今解約したらかえって損しますよ、みたいな感じで、なかなか解約に応じないという取引もあります。で、こういうふうに解約に応じないというのも非常に怪しい取引ですので、注意していただく必要があるかと思います。それからもう一つのパターンとして見受けられるのが、こちら親族友人とここに書いてあるんですけれども、ご自身の親族や友人の方が悪質な業者などにこう騙されてしまって、いや絶対儲かる取引があるんだっていうことで勧誘をしてくる、要するに親族や知人から勧誘をされるというパターンもあります。
そうするとやっぱりね、親族や、まあ、知人とか友人の方ですから信用してしまって、その方にお金を渡してしまう。ただこの方自体がもう騙されちゃってるわけですから、結局全部損してしまうという可能性があります。ですので、あの親族や友人、まあ、知人の方ですね、そういった方からの勧誘であってもですね、まあこの確実にお金が増えるとかそういうことを言ってくる可能性がありますので、そういうのは信用しないということが大事になるかと思います。そしてここもちょっとね覚えていただきたいんですけど、元金を保証してですね、不特定かつ多数の人からお金を集めている人がいたらですね、そういう行為というのは出資法という法律に違反する可能性がありますので、そういう取引も非常に注意していただく必要があるかと思います。で、まあ、こういうふうな形でですね、もし取引してしまったと、やっぱり自分はこれこの取引怪しいというふうに思われた場合はですね、なるべく早く弁護士にご相談いただくことが望ましいんじゃないかなというふうに思います。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。